その素人が、その要は棒状のものを鼻からバーンって突き刺して、学校に PCR 検査キットが配布され、教員が子供に鼻の粘膜をグリグリして検査をしなければならなくなりました。海外でも教員はこんなことをしてるのでしょうか？してないんじゃないですかね。一応その僕が見てる限り全て医療従事者の人がやってるはずですけどね。そもそも論鼻の粘膜についてるウイルスというのを粘棒で摂取する行為なんですけど、そのテストをするということはその相手の人もコロナになってる可能性があるわけじゃないですか。なので大体そういうテストをする人って結構ちゃんとした装備をしてるんですよね。でその医療的なある程度の知識があったりしてやるんですよね。そのじゃあ例えばじゃあA さんの鼻にこう綿棒突っ込みました。で、置いときました。で、B さんに突っ込みました。置いときました。その時 B さんがハクションってやりましたってなると、もうこの A さんの綿棒にもその唾液が飛ぶかもしれないじゃないですか。なので、一本一本をきちんと梱包しなければいけませんよとか、じゃあその綿棒も他の人がじゃあその息がかかるような場所に置いてはいけませんよとか、でそれもその自分も含めて他人がそこのなんか吐息だったりその綿棒とかで触るようにしてはいけませんよとかっていう医療的な訓練をした人じゃないと、まあそもそも論そのコンタミって言ってそのコロナが全然関係ないその A さんの綿棒の唾液が B さんに移っちゃって B さんなんか陽性って判断されちゃうみたいな話とか、あとその検査をしている人がコロナにかかっちゃうとかっていうリスクも一応あるので、なので一般素人がやってるって話あんま聞いたことないんですよね。あとその綿棒を鼻に突っ込む行為なんですけど、結構奥まで突っ込まないといけないんですよ。でその結構奥まで突っ込むって下手をするとその行っちゃいけないところまで行っちゃうんですよ。で普通こんな突っ込まねえだろってぐらい突っ込むんですけど、とはいえこれ以上突っ込んじゃまずいよねっていうラインも知ってなきゃいけないんですよ。なので医療従事者がいるんですけど、その素人がその要は棒状のものを鼻からバーンって突き刺して奥にそのなんか蹴破って血出たりしたら大変なことになるじゃないですか。なのでなんか学校の先生がいるっていうのは僕あんま聞いたことないんですけど、日本はそうなんですね。